こんばんは。2023年6月のね、17日だ。7日ですよね。週間が活動量ね、マインドフルで、その結果を受けた体重測定です。まずカロリーはね、週3回走って、まあ3回ならば、ね、日曜日夕方ちょっと走っただけなんですが、3863キロカロリーね、平均キロカロリー551キロカロリー、歩数はね、7万歩数ギリギリですね。週3回走ってね、台風の時に歩かなかったんで、ね、28.92 キロ7日間でね、登った回数129キロ、まあ大体高度の話でしょうね。で、前のことは21回、週間21回、1日経験3回、この前ね、1日経験28回だったかなんかね、久々は高かったんですけど、なかなかね、今回も少ないですね。で、iPad のボディグラムで 3D スキャンはね、体重がね、500グラムね、下がって500グラム上がったんですね、で、あって、ね、ただ、骨格形成がググッと上がって、筋トレをね、2、3週間でね、マジで2、3週間で、体脂肪で、ね、骨格形成 29.7% はね、僕は体重の時 65.25 キロだったから、で、体重84キロの骨格形成 35% と数値超えて、体重85キロの 35% でね、50グラム足りないって感じの数字ですね。体脂肪率って 18.9%、ただね、ズボンが入る方がいいんでね、ちょっとあれですね。うっさら時刻ギリギリです。ボディグラムのスキャンジスキャンと BMI はね、まだ23、23になったぐらいもね、そんなね、何回かしかないぐらいなんですかね。BMI は、23.40 かな、ギリギリですね。では、23.4、ギリギリじゃない、23.4 ちょっとですね。では、ありがとうございました。カロリーはね、そうだ、カロリーなんですね。カロリーは3,363キロから、そんなね、結構歩いてる時と比べて多くもないみたいな感じかな。では、ありがとうございました。